はい、どうも、橋本のです。どうも、朝です。はい、今日はですね、ラッキースポーツさんやってきたんですけど、実はここ、朝ペンにはとあるエピソードがあるということで、うん、ちょっと教えてほしいですね。大したエピソードじゃないよ。私が YouTube 始めた頃に、初期の頃、芋見片付けをしてみたっていう動画があって、はいはいはい、あのバズったやつそうですね、あれがきっかけで登録者も伸びてって感じなんですけど、そのスラッガーのグローブなんですけど、こちらで購入しました。20万くらいいってる？20万はいってる。20万はえぐいっすからね、当時とはいえ。それまでは100再生とかだったんです、動画がね。なんかその芋見片付けの動画も最初はそんなに再生されなかったんだけど、何週間か経った後に急に1000、2000、3000みたいな急に伸び始めて、どうしたってなって、で登録者も増えた。多分自分も朝ペンを見つけたのはそれかもしれない、うん、確かそうというわけで、5年ぶりのラッキースポーツ見ていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、というわけで、なんか入ってきまして、なんか記憶はありますか？あんまりないな。なんかこのスラッガーコーナーですぐ来てすぐ選んだ記憶はある。あんまり他を見てない。ああ、じゃあもうスラッガーを買うと、スラッガー決めてたから。え、色とか？色もオレンジっていうのかな。あ、確かにあの時オレンジ決めてた。だったらもうウェブの形は選ぶだけみたいな。本当にすぐ買ってすぐ出てるから。じゃあ本当にその5年間は来ず、うん、何も来てない。来てないですね。ちなみにそのスラッガーを買うまでに来たことはあるんですか？ないあ、じゃあその時1回だけ。うん、そう。じゃあ今これ改めて来てみて、なんか目立つメーカーというか、なんか本当に大型店舗じゃ絶対売ってない、なんかドナイヤとか。ああ、ドナイヤ知ってる。え、知ってる知ってる。すごいね。これ何？これはね、ガッツメンバー。聞いたことない。でもスラッガーは結構多いと思うんだよね。そうそうなんだよ。ちなみにこの当時なかった色だと、このブロンド系のトレンチっていうんだけど、うん、かっこいい、すごい。あ、当時はオレンジって決めてた。そう、当時はもうオレンジって決めてた。てか、こういう感じだったよ、確かね。全くこの色だよね。こういう感じ、ウェブもこういう系だった。あ、確かに。今はちょっと選びたいね、なんかいろいろいい、よく。ラベルも増えたし、色も増えたし、今もし来てスラッガー、うん、まあ決めてたってなったらどれを選びますか？軟式で言ったとしたら。さっきの新しい色いいな。あ、これ、うん、はい、うん、これかっこいい。まあ、軟式少年だけど、多分私がちっちゃいかな。さすがにこのカラーがいいですか？ちなみに、うん、あのスラッガー以来スラッガーは使ってない。使ってない。高いもん。ああ、あとだとローリングス SSK。 なんだ、これ何？これ IP セレクト。あ、ね、こういうのも置いてるかな。記憶にないですか？全然、うん、まあ、見てないのか。もう、あ、これも見てないんだよね。この最近だからな。 D by M、うん、でも買うとしたらいいよね。何これ？これマコトグローブっていう。何それ、かっこいい。何これ？いろいろあるんですよ。何これ、すごい。あ、これそうですね。アトムズ、はい、好き。朝ペンの絵。あ、確かに。ジームスもある。あ、そうです、ジームスもあります。いいよね。ちなみになんか朝ペン、この前ボソッとジームスがかっこいいみたいな、うん、見た。このこっちのマークのやつが好き。こっちのマーク、ジームスを使ったことはありますか？ない。なぜそんなに気になってるんですか？え、周りに使ってた人がいてかっこいいな。あ、いて逆のパターンね。いなくてじゃなくて、自分だけ買う。全然知らないもん、使ってる人がいないと。そうか。けど珍しい上で買って。あ、そう、こういう字じゃなくて、うん、あの Z マークだけってこと。うん、あ、これ、あ、こっち系ね。これがさ、あ、ちなみに言い忘れました、ジームスというメーカーはですね、すべてメーカー片付けから納品なんですよ。だから多分1個今はめてもらうと、あ、本当だ、されてるね。けど片付けしなかったら硬い、うん、もっと硬いだろう、うん、これは片付け済み販売ですね、うん、メーカー片付けです。これ、こういうのが、まあ、ジームスの特徴なんですけど、うん、マサペン的にはこっちのマークがいいということで、うん、こっちがいい。これいいな。これ何？あ、それはあれですね、我が社のライバルであるゴリラ印さんですね。ゴリラ印の野球道具という。初めて見た、はい、ゴリラ印の野球道具っていう野球メーカーで、うん、うちはゴリラスポーツという、うん、まあ、かぶってるよね。あの代表の方とは結構喋ったことあるんですけど、あの仲悪くはないです。あ、そうなんだ、ね、はい、ちゃんとこの刺繍がゴリラかぶりしてる、はい、これはピッチャーで形が4つぐらいあって、うん、サイドスロー型とか結構ピッチャーに特化してますね。これなんかもう小指2本入れ、うん、めっちゃ可愛い感じだね。そうだね。GS はさ、ゴリラスポーツって名前だけど GS じゃん。うん、でも可愛い。あと、そうですよ、これカラーバナナですから。うん、これいいね。でもゴリラ印さんは公式のみの扱いですね。あ、そうなんだ、うん、左上の IP セレクトのアルモニアグラブ、これはあの山本由伸投手が去年
一昨年去年か去年のシーズン使ってまして。どうすんの？これはですね、こう中指をここに入れる。ここそう、そうするとグローブを出した時に人差し指がキャッチャーを向くと軸が入るという。ちょっと構えてみてください。この出した時に、うん、確かにちょっといいかもしんない。ちょっとグローブ硬すぎてあれだけど、うん、でこれは縦型なのよね。こう横に握りつぶすじゃなくて縦に使う選手。あ、なんかいいかもしれない。あ、じゃあこれは復活するかもしれません、ね、これは山本由伸投手が去年使ってました、うん、今年はナイキを使ってましたね。というわけでもう一つあります。手袋コーナーです、はい、これが好み。ローリングスの、うん、この配色が好み。あ、でも配色ですか。うん、配色デザイン。あ、ちょっと、うん、でもこっちよりこっちの方が後ろに多分カラーチェンジが、あー、青系ね。なんか違うのもある。ちょっとタイプが違う。いや、これだな。この手前のやつですか。これがいい。お、ちなみに手袋選ぶ時のポイント、自分は筆感覚フィット感とかなんですけど、うん、どうですか、デザインですか。デザインです。あ、そうです、てっぺんさんから守備手出ました。うーん、あ、これ守備手か。あ、こっち守備手ですね。遊び的にはこれですか。うん、それかな。でもこれ、あ、これ IP セレクトですね。あんまりないよね、うん、見かけない。いや、私が見に行ってないけど。いや、ちなみにこれも多分アルモニアの体のバランスみたいな。へえ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、これかっこいい。あ、白、これ自分使ったことないです。うん、手袋は IP セレクト、はい、っていう感じですかね、うん、今日、まあ、店内と一周見てどれが一番なんかピンときたというかありますか。これだね。やっぱそれですか。これそれですか、うん、山本由伸投手のアルモニア、うん、はい、というわけでぜひ皆さんラッキースポーツさん、うん、今こう映してきたメーカーで気になるのありましたらお店に行ってみてください。本当にいろいろある。そうなんですよ、まあ、遊び的には IP セレクトのアルモニア気になって、うんうん、了解です。というわけで引き続き多分年内はもうあと数本しかアソペンのコラボ上がらないんで、うん、また来年も面白いショップを見つけたら、まあ、ラッキースポーツまた来ると思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで本日は5年ぶりのラッキースポーツ、あざした、ありがとうございました。ありがとうございました。そして今月のプレゼントは GS グローブオーダー権利を1名様にプレゼントします。今月は年内ラストということで GS グローブ軟式か硬式好きな方1つを選んでいただいてオーダーをプレゼントしようかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。